なんかどうやって言葉にしたらいいのか分かんなくて結局なんか何も送れなくてごめんねなんか何回も言葉にしよう言葉にしようと思ってたら言葉にできなくて、そうだからショールームにしましたでも急にだそう全然メイクもしなくてごめんね。みも大好きです、皆さんのことが。血色もないわそう、なんかすごいみんなのこと、みんなに心配をおかけしました。こんばんは。卒業後はね、確かに血色ないね。ちょっとリップ塗ります。加工もないから そう、なんかみやちゃんに出会えてよかった、ありがとうこんばんは。掃除機とも分かれ、そう部屋を片付けたんです元気ですよそう、なんかもともとね、なんかこちらこそありがとう。あ、プレゼントたくさん来ました、ありがとうございます。熊之助さんありがとう。つくにさんハートいっぱいありがとうございます。寂しいですね、目が痛い。そう備品返さないかないからな別に首ってわけじゃないんです、なんか選べたんですよ。でなんかもともとね、本当は7月25で辞めるつもりだったんですけど、なんかファンの人が応援してくださったから頑張ろうって思ってたんですけどあの一回死んでたタイミングがあったんですけどでも頑張ろうってずっと思ってて、そうでもここまで続けれてよかったです、皆さんに会えてよかったです
そう、行方不明になった時期です。でも応援してくださりありがとうございます。今後もまだ活動まで活動最終日まだ発表されてないんですけど、ぜひ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 よろしくお願いします。最終活動日までは。ぜひお話し会もありますので、話し会も来てみてください。こんばんは。方がね、最後までまだ全然猶予あるので。確かに寂しいですね。すごい悲しいとか言ってくれて嬉しい、ありがとう。でも今日すっぴんすぎるな、ちょっと眉毛とかも変だしな。悲しく見たらやめないで。あー、それもなんかすっぴんっていうかなんかあれなんですけど、リップはしてるけど。それも寝ちゃじゃないですね。もうネタにできなくなっちゃう、やめないよとか言えなくなっちゃう。やめます。でも最後までよろしくお願いします。まだいるので。そう、かな、すごい心配させてしまってごめんなさい。あとね、嫌な気持ちにもさせちゃってごめんなさい。ごめんね。そう、目が痛い。想定内ですか。すごい、ね、たくさんプレゼントが届きました、ありがとうございます。すごい、お家福岡帰っても使えそうです。たくさんいっぱい使いますね。そう、過去のことは本当だよ、別にも隠さず言える。
すぐな、あ、猫さんの届きましたよ。ペンギンのやつとなんか可愛いやつが、あー、ワンピースだ、ワンピースが来ました。そう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 、今から送っても届くんじゃないですか。10月30日会えます、会えます、オンライン話し会いるので。え、フライパンいらないです。肩が痛い。四十肩なんですかね、めっちゃ肩痛いです。なんかファンの人からめっちゃ可愛いイヤーカフをいただいたんですよ。めっちゃ可愛かった。配信系、私配信系とかしたら見ます。需要ありますか。肩痛いです。そう、めっちゃイヤーカフ、そう、アクセサリーめっちゃ欲しくて、でアクセサリー着ててめっちゃ可愛かったです。なんかね、ちょっと今手元にね、今ないけど、なんかここのブランドのイヤーカフめっちゃ可愛かった。でもちょっとなんか耳つけてたらめっちゃ赤くなっちゃった。見る？見る？見ますか？マジ？見ますか？あ、見てください。見てくださーい。なんか目がつりますね。確実に。インスタグラマーか。ミニチャンネル。自炊の、いや、だからミニ自炊を動画にしたら指を切るんです。ではでは、時間が来てるということで、皆さんプレゼントもお話もメールのミニミニメール、ハッシュタグミニミニメールめちゃめちゃ見てた、ありがとう。すごい元気出ました、いつもありがとうございます。耳が痛い。耳が痛いです。ありがとうございました。おやすみ。明日メール送ります。なんかごめんね、やっぱりうまく話せなかったわ。痛い痛い。バイバーイ。バイバーイ。長あれ、まだ結構時間ある感じですか、どうなんだろう。バイバーイ。え、まだ2分あるの？あー、ごめんごめん。
まだ2分あるかーい。そう、もうね、あと少しだからたくさん思い出作りましょう。言ってもあれなんですけど、感謝感謝ですね、皆さんには。なのであといつか分かんないんですけど、それまでは思い出たくさん作りましょうね。早いな、もう明日か。おやすみバイバーイ。バイバーイ。長っ。バイバーイ。